はいどうもウェブサイトチャンネル現役のプロが教える YouTube チャンネルですということで今日も一緒に学んでいきましょうさあ今回はこちらですねワードプレス2021年ブログ最強テーマ「国運」ですねこの「国運」というテーマについて国運設定一つずつ見ていきながらいろいろ解説していきたいなというふうに思っておりますはいでまあ,あの簡単な自己紹介を載せておりますのでまあ興味がある方はですね見られておいてくださいということで早速ダッシュボードに行きたいと思います はい、こちらですね。えっ、ー、と、ワードプレスのダッシュボード。今ですね、WebPanda ブ,ブログというですね、まあ、ブログでね、国ンの設定をあれこれしながらね、説明するという風なね、会をやってるんですけども、このね、国ン設定、まあ、いろんなことできますね。えっ、ー、とね、いろいろですね、一個一個ですね、ずーっと解説してってるって感じですかねで。今回はここやりますね。このタイトルっていうところ。このタイトルなんですけども、ここで、あのー、 タイトルの設定ができるという,ふうになっています通常ですね、まあ、テーマによっても違うんですけども、基本的に多いのは、通常これなんですよね、あのサイト名、はい、このサイト名ですね、このウェブサイトのサイト名と、あと、ここの、えっと、キャッチフレーズ、これがセットになったものがトップページ、トップページのタイトルだよというふうになっていることがですね、多いです。 ね、すごく多いんですけどもこれを自由に変えることもできればサイト名だけにすることもできるよっていう風に設定項目を作ってくれてるのがこの国運の、あのーまあ、これも特徴の一つですねさすが細かいっていう感じですかねこのタイトルでこれ何のことなのかっていうとここですね設定の一般というところを見てもらうとこの設定の一般の中にですね ここウェブサイトのタイトルとキャッチフレーズっってていうののが入ってるんですよこのウェブサイトのタイトルとキャッチフレーズをセパレート区切りをつけてですねセットにして、あのー、表に出してるまあ大体の場合はねこのままで大丈夫なんですけどもこれを変えたい場合とかってのもあると思うんですよただ変えたくても変えられない変え方がわからない変えるときに検索してみたらいろんな行動を打たなきゃいけないってことで困ったなっていうふうになってる方にはこの国ンのこのね 機能がね抜群だと思います、ねえー、とサイト名の、あのー、区切りにキャッチフレーズこれを自由形式に書いてあげてここにこんなふうな形でですね書いてあげる。ね 更新してあげるそうするとこういう風に変わる。という風になっております。で、ここね、サイトの説明っていうのはね、メタディスクリプションって言うんですけども、ここもですね、これね絶対に入れておいた方がいいやつ。ね、まあ,あの初期設定で、ね、やった方がいいね、3つのことっていうことで、ヘッダータイトルアピールエリアっていうのをやってるんですけども、その時にもね、説明しております。これね、何なのかっていうと、 まあここを見ましょうか。海鮮丼で検索してみると。ここ。これがタイトルです。これがタイトル。で、ここがディスクリプションですね。ここがメタディスクリプション。 ね、あの説明って書いてあるところですねで、このメタディスクリプションっていうのは、SEO にはね今はねほとんど関係ないっていうふうに言われてるんですよ、まあ、SEO っていうのは検索エンジン対策ですね、検索エンジンで上に上がってくる、上に上がってこないっていうもののね、いろんな対策をしていくことになるんですけども、その対策とはねもう今、関係ないっていうふうに言われてます。で、関係ないんだったら、これじゃあ何のために入れるのっていうと、クリック率に影響が出るんですよ。 まあ、あの検索ってねこう思い返してみるとわかると思うんですけども何かどこかに行こうと思ってとかランチを食べようと思って検索をしました上から3つ順番に出てきましたねだいたい上から3つか4つぐらいをね中で選ぶことになると思うんですけどもその時にクリックするのって必ずしも一番上とは限らないんですよ上から 3, 3つぐらいを見て、あのー、タイトルの下のこここの説明文に何かね気になるワードとか あ、これこれって思うようなワードが直感的にね、思った時とか、あのー、これが探してるサイトっぽいなっていうふうに思った時にクリックすると思うんですよ。そのクリック率っていうのがここで影響が出ます。なので、ここにはですね、 ね、サイトの説明というのをね書いてあげるといいかなというふうに思いますでね初めの方にできるだけですねいい言葉をねたくさんね入れてあげるといいんですよちょっとね最近具体的にわからない今はねどうなってるかあれなんですけどもあのスマホで560文字ぐらいです、ね、あの初めの560文字ぐらいにいい感じの言葉入れとってあげるといいです要は重要なことより重要なことそしてですねパソコンが130文字だったかな、まあ、それぐらいに多分なってくると思うのですいません詳しくはちょっとあの別でやりますね はい、それぐらいになってくると思うのでその、あのー、130文字ぐらいで収めるもしくは収まらなかったら点々点がつくだけなので、あのーまあ、できる限り収めていく丁寧にねっていうふうなことをねしてあげた方がいいです。はじ、い、めの方に濃い言葉をつけて。 あの確実ねっていうふうな形ですね。はい。で、このね、サイトのキーワード、メタキーワードっていうのはね、本当にね、もう SEO 的にもね、ほとんど意味がありません。これも書いてますね。SEO 的にはほとんど意味のない設定だと思いますっていうふうに書いてますので、まあ意味はないんですけども、これ、何のためにつけるかっていうと、 まあ僕はつけないことも多いですね。例えばじゃあブログしてる人とかがちょっとつけること多いかもですね。まあ、ウェブサイトであの自分のお店のページとかしてる場合にはもうキーワードって大体わかってると思うので。ただあのまあブログとかしてる場合にね、ブレないようにとかっていう意味も含めてあの自分のね、キーワードね、自分のために入れるとかね、まあ、それぐらいでね、考えてていいんじゃないかなと思いますので、まあ、特に入れる必要はね、あまりないんじゃないかなというふうに思います。 で、ここがですね、トップページ、フロントページの設定なんですよ。フロントページ、トップページのタイトルはどうするのかっていう設定で、この下からですね、投稿ページや固定ページの設定になってます。投稿ページや固定ページも、ページのタイトルっていうふうなね、ところがあるんですけども、ま投稿ページで見てみましょうか。投稿ページで見ると、ここがページのタイトルですね、ここ。ここがページのタイトルになるので、 ここがページのタイトル。はい。ここプラス、ウェブサイトの、あの、ここのサイト名。ね。ここプラスサイト名っていう風になってるのが、この場所の、ここですね。デフォルト。で、これページタイトルだけにもできますし、サイト名とページタイトルっていう風にね、あのしてあげることもできます。で、これよりもですね、あの、ここの下、一番下、ここ。 ここの方があの優先されます。ここの方が優先されるので、基本的にはね、こっち側にしっかり入れてあげてた方があのいいんじゃないかなというふうに個人的には思います。あの、さっきのメタディスクリプションも一つ一つのページにね、入れてあげます。もうウェブページって独立して一個一個のページで見られますので、一つ一つのページが、あのもう一人一人の営業マンだというふうに思ってもらって、一つ一つのページをね、しっかりね、作り込んでいって、しっかり中身をね、あの タイトルもディスクリプション、説明文もね、書いてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。ね。これもチェック入れたまま。ここもね、チェック入れたままでね、いいんじゃないかなというふうに思います。で、カテゴリー、タグページ。まあ、ここまでね、初めに気にする必要っていうのはね、ほとんどないと思うんですけども、ここのページもね、切り替えることができるので、まあ、ページタイトルとサイト名とかにしてあげると,くといいんじゃないでしょうかね。で、これ。 ここなんてねなかなか設定できるような、ね、テーマってねないんじゃないんですかねうん個人的に知ってる限りほぼほぼないと思いますあの簡略化したサイト名っていうことで例えばサイト名があのすごく長いとするじゃないですかすごく長いサイト名の場合にタイトルってどうしてもあの何文字っていう風なですね場所取っちゃうのでこれを簡略化してねあの短くしたページ w e b パンダサイトだったらねそうですね w e b パンダ ウェブパンダーチャンネルみたいなね、ちょっと短くしてあげるっていうふうなことがですね、ここでできるというね、これね、すごいですよね。これなかなかね、してくれるようなとこないので、本当にね、長い方はね、ここ使われるといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、これセパレーターですね。セパレーターって今、あの、パイプになってるんですけども、これ、配布に変えることもできると。どういうことかっていうと、ここ。あ,あ、もうこれ消えちゃってますね。こっち見ましょうか。 こここれですね。これが今パイプになってるんですけども、これをハイフンに変えてあげると、こういう風になります。ハイフンに変わったでしょ。ね、縦線が横線になったっていう感じですかね。これもですね、自由に変えてあげることができます。まあ、どっちがいいのって言われたら、もうこれ、好みでいいんじゃないかなという風に思いますので、あのー、好きにしたらいいと思います。まあ、こちらの方が区切りっぽいですよね。パイプの方が区切りっぽくて、ハイフンの方がつながりっぽいですよね。つながり。 区切りみたいなね。まあ、そういう風なイメージで僕は捉えてるんですけども、まあ、それも人によって違うと思いますので、もう個人的な趣味でこの辺はね、あのつけてあげていいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回はタイトルということをね、話をさせていただいたんですけども、ま,あ、まとめとしてはですね、フロントページ。このフロントページはまあ自由形式のタイトル、もしくはサイト名プラスキャッチフレーズでね、あの上手にしてあげるといいんじゃないかなと思います。で、サイト説明のこのメタディスクリプションは絶対に入れること。ね、絶対に入れること。で でメタキーワーワドどどううでででももいいいいいっち感じですかねで投稿固定ページに関してもあの変えるとしたらここだけ、ね。ここだけ変えなければ変えてくださいとで。ここは、ね、チェックを外さないようにお願いします、ね。カテゴリータグページも一緒です。変えるとしたらここだけ。ページタイトルとね、ここだけ。ね、ここは外さない。 でここね、あのページ名が長い方、ね、サイト名が長い方だけですね、短縮券のサイト名を入れるのもありかなというふうに思います。ね、で、セパレーター、ね、あのどっちでもいいです。ということでですね、今回はここまでにしたいと思います。はい、それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました、まあ。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。概要欄にもね、参考された情報を載せていますのでご覧ください。ということで、今回はここまでです。